中左衛門は、眉を上げて、賛同を求めるように、堀部野兵を見た。郊外家の野兵は、元より黙っていない。引き上げの朝、あやつに会った時には、唾をき吐きかけても飽きたらぬと思いました。何しろ、飲め飲めと我々の前へ面を晒した上に、 盲を遂げられ体型の至りなどというのですからな。高田も高田じゃが小山田正左衛門などもしょうのないたわけ者じゃ。マセ・クダユが誰に言うともなくこう言うと原宗右衛門や小野寺十内もやはり口を等しくして 拝命の党を罵り始めた寡黙な勘気励さえ、間勘気励さえ、口こそ聞かないが、白髪頭をうなずかせて、一同の意見に賛同の意を表したことは、どどある。何にいたせ、ご一同のような忠臣と、一つご飯にさようなやからがおろうとは、 られもいたしませんなさらばこそ武士はもとより町人百姓まで犬内の六盗人のと悪行を申しておるようでございます。岡林、木之助殿なども昨年切腹こそいたされたがやはり 親類縁者が申し合わせて、爪腹を切らせたのな、だ、などという風評がございました。また、余心場そうでないにしても、かような場合に立ち至ってみれば、その汚名も受けずにはおられますまい。まして、予備とは、なおさらのことでございます。これは、 仇討ちのまね事をいたすほど義に勇みやすい江戸のことと申し、かつは金がね御一同のお行き通りもあることと申し、さような輩を切って捨てるのもが出ないとも限りませんな。伝右衛門は人とごととは思われないような様子で公然とこう言い放った。 この文では、誰よりも彼自身が、この、その、切り捨ての任に当たりかねない勢いである。それに先導された、吉原、原、早水、堀目などは、皆一種の興奮を感じたように、いよいよ手広く、羅針族志を、馬殺死にかかった。 が、その中にただ一人、大石倉之助だけは、両手を膝の上に乗せたまま、いよいよつまらなそうな顔をして、だんだん口数を減らしながら、ぼんやり火鉢の中を眺めている。彼は、彼の転換した方面へ会話が進行した結果、 変身したゆえ、もろやからの対価で、彼らの忠義がますます褒めさせ、さやされているという新しい事実を発見した。そうして、それとともに彼の胸底を吹いていた春風は、再び幾分のぬくもりを滅却した。もちろん、 彼が拝命のとのために惜しんだのは単に会話の方向を転じたかったためばかりではない。彼としては実際彼らの変身をいかんとも深いとも思っていた。が彼らはそれらの不中の侍をも哀れみこそすれ憎いとは思っていない。 人情の後輩も、世コの天変も、つぶさに味わってきた彼のマヌコから見れば、彼らの変身の多くは自然すぎるほど自然であった。もし、新卒という言葉が許されるとすれば、気の毒なく来い新卒だった。 したがって、彼は、彼らに対しても、終始、寛容の態度を改めなかった。まして、復讐のことのなった今になってみれば、彼らに後を追うべきものは、ただ、貧章が残っているだけである。それを世間は、 殺しても、ゆえ、飽きたらないように思っているらしい。なぜ、我々を、忠義の主とするためには、彼らを、認畜症としなければならないのであろう。我々と、彼らとの差は、存外大きなものではない。江戸の町人に与えた、妙な影響を、 前に心よからず思った倉之助は、それとはやや違った意味で、今度は拝命の都がこむった影響を伝右衛門によって代表された天下の講論の中に感謝した。彼が苦い顔をしたのも決して偶然ではない。 しかし、倉之助の不快は、まだこの上に最後の仕上げを受ける運命を持っていた。彼の無言でいるのを見た伝右衛門は、大方それを彼らしい健常な心持ちの結果とでも推測したのであろう。いよいよ彼の人柄に、 敬福した。その敬福さ加減を匹敵するために、この凡直な肥後侍は、無理に話頭を一転すると、たちまち倉之助の忠義に対する盛んな干渉の字を並べ始めた。 果実も去る物折から受けたまわりましたが、もろこしのなんとやら申す侍は、炭を飲んで推しになってまでも、主人の仇を付け狙ったそうでございますな。しかし、それは、倉之助殿のように、心にもない放らを尽くされるよりは、 まだまだ苦しくない方ではございますまいか。伝右衛門はこういう前置きをして、それから倉之助が乱行を尽くした一年前の一文を長々と喋り出した。高尾やあたの紅葉狩りも、陽教の彼には、 どのくらい辛かったことであろう。島原や祇園の花見の縁も苦肉の刑に浸っている彼には苦しかったのにそういない。受けたまわれば、その頃京都では大石軽くて春抜き石などと申す歌も 流行りましたよしを聞き及びました。それほどまでに天下を欺き合わせるのは、よくよくのことでなければできますまい。先頃、天野左衛門様が親友だとご勝利になったのも、至極道理なことでございます。 いや、それほど何も大したことではございません。倉之助は武将武将に答えた。その人に高ぶらない態度が、伝右衛門にとっては物足りないと同時に一層の奥どこしさを感じさせたと見えて、 今まで倉之助の方を向いていた彼は、永年京都金番を務めていた小野寺十内の方へ向きを変えると、ますます熱心に水腹の意を漏らし始めた。この子供らしい熱心さが、一等の中でも通人の名の高い十内には、 かわいいと同時にかわいかったのであろう。彼は素直に伝右衛門の意を迎えて、当時倉之助が旧家の再作を欺くために、衣をまとってマスヤの夕霧のもとへ通い詰めた話を古都司祭に話して聞かせた。 あの通り、真面目な顔をしている倉之助が、当時は里儀式と申す歌を作ったこともございました。それがまた、なかなか評判で、クルワ中どこでも歌わなかったところはなかったくらいでございます。そこへ、当時の倉之助の風俗が、 黒染めの衣姿で、あの祇園の桜が散る中を、浮きさま、きさまと添やされながら、酔って歩くというのでございましょう。里景色の歌が流行ったり、蔵之助の観光も滑らかくなったりしたのは、少しも無理はございません。 何しろ、夕霧といい、浮橋といい、島原や、斜木町の名高い太夫たちでも、倉之助といえば、下にも置かぬように扱うという騒ぎでございましたから。